皆さんどうもよろしく、ただしドラゴン TK です。では本日はポケットモンスターバイオレット青の円盤編やっていきましょう。あ、ここも乗れるんや、あ、へーってなった。なにこれ、結晶でできた花みたい。道塞いでんだけど。こいつは進めない。あんたのなんとかどんでぶっ壊せないの？やってみる。待て、待ちなまえ。いや、ダメなの。おそらくこれは照らせるエネルギーそのもの。強引に破壊すれば何が起こるか予想できないよ。マジで。じゃあどうすれば、バドロ。ん？キュラフロルがいた。ててー。こんなところでもポケモンが。それになんだ、不思議なエネルギーを帯びている。ちょっと離れて先生戦えないんだから。すぐ、ドラゴン DK 任せた。任された。キラシチュー。まさかここで。こいつと戦うことになろうとは。テラスタイプ何？何そのテラスタイプ？クリスタル！何そのクリスタル！なってる。なんだあのエネルギーは？もしあれが？なんかすごい！動いてんねんけど。シャドウボールしかないじゃないか。独房下がる。いや、岩なだれされる。大丈夫だ。大丈夫だ。よし。あ、じゃあ、これ捕まえられるのか。ちょっと捕まえてみるか。いや、無理や。いや、無理やんってなった。X 押しても反応せんやん。ボール出されへんやん。ならこのボールで終わらせるわ。この影のボールで終わらせるわ。ドラゴン TK は疲れ。おっと？わ、消えた！光ってるのいなくなったら、化粧の穴も消える感じ？やはり先ほどの、あれがテラスタイプステーラ。すべてのタイプの力を発していた。つまり？もしかして今のがゼロの放置圧？はぁ？違うとは言い切れないが、博士のメモには、ゼロの飛行は結晶体で眠っている。そう書かれていた。先ほどのキラフロロはテラパパス。ゼロの飛行ではないはず。奥まで行けばわかる。行こう。そう行こう。ん？テラピースしてら、お！来た。なんか来た。よし、じゃあ大剣気を前にして。雨乞い忘れさせて。メガホンを思い出して。これでちょっとやっていこうか。なんか不安やから、ちょっとここで。じゃあ待ちだ。ちゃう、レポート書きたかっただけやねん。いや、エラ落ちしたら嫌やからさ。おお、怖い。間違えたもん。ここにはできると。おい、まずこんなとこに、メレシーいた。いや、いらんねんけど。いや、別にいらんねんけど。まあ、この疑問も、ゼロの飛行の方で出てくるみたいし、ちょうどいいんちゃうと思って。これなんだ？ハイドロポンプかーい。危ない。小さいエリア、小さいからさ、その道路が、よう当たるわ。回復の薬に行こう。
おい、来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 い、おい、おい、おい、んで？ここにも結晶の花が、大気中の照らされエネルギーが飽和し、結晶化しているのか？ん？なんとかなんで楽器とか飛び越えてきなさいよ。わかったよ。こっちが？お、オンバーンか。オンバーンな。ドラゴン引こうよな。ちょっと持ち物変えるか。なら。色のお面。持たせよう。色やったっけ？何やったっけ？ちゃう、うん、そうだわ。いや、色ちゃうわ。かまどの面か。いや、ちゃう、石杖の面ですね。うん。頑張んよー言っていくスタイル。よし、オーバーオンバーだから、オーバーって。安直じゃね？いや、安直じゃね？ガーバニアこれ、スカラってなんなん？失礼の面を見通した。わかったわかった。チタコンボーじゃー効果抜群ね。うん。もう一回。もう一回行きましょう。オンバーのさらば。お、レベル上がったね。いいね。来ましたね。二つ目。パチ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 。全員が褒めてくれた。でかしたわ。ドラゴン TK。決勝消えたわよ。じゃあ行こう。俺落ちたらどうなんやろって思ったけど、やめとこう。ふとそれを思ったけど、やめとこうって。あの子ミライドンだっけ？やるじゃない。ひとっ飛びね。この調子で進んでいきましょう。うん。進んでって、お、なんか来た！と思ったら違うわ。ここもか。マジか。いや、マジか。んー、こっち行くんかな？なら。元気の塊ね。よいしょ、こっちにアイテムあった。取りに行こう。ああ、いたな。くしゃみが出てしまって。まあ、一瞬どこにいるのかわからなかった。おっと？これは？電気！入ってそうな予感。よし、行こうか。ん？バビラブは、バビラブビラ？デビレバビレブ？言いたらあるやん。言いたらあるやん、ちょっと。からでも、これ何なんやろ、能力値の底上げなんかな、スカラって。
地震で行くよね。よし。いいね。じゃあ地震で。じゃあ地震でお願いしますね。うん。最高。どうよ。行ったな。ふわってる。よし、じゃあ戻ろう。ロゴン TK 君、新力現れたよ。ゲラス言ってる場合かよ。3100LP。すごい LP くんな。よし、戻るぜい。未来道の様々よ、ほんま。来た来た。何度もすまないね、礼を言うよ、ドラゴン TK 君。進むほど照らせるエネルギーの濃度が高くなっているようだ。先を急ごう。うんうん、進もう。じゃあ一番濃いところにテラパカスがいそうですね。テラパカスの源泉ってできんのかね。よく固定のやつ多いやん。回復の薬、回復 PP バックス。で、おー、すごい。なんでも直し。取っていくぞ。元気の塊、ちょ、どうした、どうした？なんか一瞬変だった。満タンの薬ね。よし、来たね。おおおおおあ、振ってたな。まだここにもあんの。マジでか。あれ、善湯どこ行った？善湯消えた。ちょっと待って、善湯消えたんだか。素晴らしい、至るところからエネルギーが溢れているね。おお。先生、危なっかしくて目離せない。あれ？ちょっと待って！全員消えたんだが！あ、いた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 。消えてはなかった。服が濡れちゃうから水辺の探索は任したわよ。オッケー。任されたよ。よし。あいつやね。今度は誰だ？巨人王やね。岩ですね。ならば、このままフライゴで行こう。勝てるかどうかわからんけど。ゴー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 。リランダーや。いや、違う。リランダーではない。フライゴンね、出していきます。こいつ防御高いからな。どうやるな。地震で行ってみよう。おっと、いけた。よかったよかった。地震にあって、よし、ナイス！巨人王さらば！していって、そうしたら、奥、向こうの方のテラスのやつが、消えてなくなるから、ほーってなって。これはさすがに言いに来れないやろ。ほら、すぐの番、ドラゴティキーやめなさいよ。俺が言ったって嬉しくないでしょ。いいから早く！おーい、先進めるよ。お、うん、すぐ、今すぐ行くから的な感じかな。あ、アイテムなさそうやし、戻ろう。もう、うん、
来たよ。ほら、すぐなんか言うことあるんでしょ。いや、別に。ドラゴンズ生きるとやりっぱなしだなって、思っただけだよ。先行かないと。素直じゃないわね。輝いているね。青春だねってか。言っとくけど、あんたがいない間、私たちも戦ってたんだからね。おくぐり、私もポケモンたちもボロボロ。もう、やわすとしか戦えないから、何かあったら助けなさいよ。おう、まだ6匹。だいぶ、温存でいってっから。いけますよっていうね。お話ですね。なんかありそうだよか？あ、進んでしまった。照らせるオーブが反応してる？本当だ、私のも。凄まじいほど濃度の高い照らせるエネルギー。この奥から放出されているのか。あ、まだよかった。やっと、ゴール地点？ゼロの表。あ、待ちなさいよ。早く見たいバイオレットブックの真実。先生まで。やれやれって感じ。フィーランス。そうやね。じゃあ一番の相棒を表にしといて。